さしなみ、さあ今度は富山が高い位置で、ここは進藤、そして八木下も絡んでいく、あと流れて押し込んだ斉藤、富山が先制、斉藤のゴールです。後半の立ち上がり、斉藤のゴールで富山が0対1先制。今右から八木下も絡んで上がって、その八木下からのボール抜けたところ、冷静にここは斉藤というところ流し込みました。斉藤の今シーズン5ゴール目、先制はカターレ富山です。柱谷監督になって固い守りを続けていた北九州、ただこれで2試合連続の失点。